はい、今日の僕のパートナーはこのメダカちゃんです。はい、今日はいきなりメダカから始まりましたが、今日はね、実験犬の動画です。実はね、僕の周りにこうハスのこう鉢とか水蓮鉢とかって水が溜まる鉢が結構置いてあるんですけど、そこにどうしてもやっぱりボウフラが出るんですね、発生するんです。そうするとボウフラが発生するとそこから蚊が成虫になって出てきてしまうので、そのボウフラをどうにかしたいなと思っていろいろと調べたら、ボウフラをね、メダカが食べてくれるから、メダカを入れるとそこでこう食物連鎖ができてね、すごくいいっていう話を聞きました。ただそれが本当なのか嘘なのかちょっとわからないので、ただほら、ただそのボウフラをね、殺すのにじゃあ塩素の薬とか入れてしまったらハスとかそういうものもダメになってしまうじゃないですか。だけどメダカで本当にそのボウフラをメダカが食べてくれるんであれば、もうそれより越したことはないわけですね。でメダカが多分糞をして、その糞がその植物の、また肥やしになって植物もこう成長するし、もう一石三鳥ぐらいになっていくと思うんですね。なので、じゃあ今日は本当にこのメダカがボウフラを食べるのかっていうのをこれ実験したいと思います。まあ他にね、ボウフラとかも出てきますので、もしね、そういうのが苦手な方はここからは皆さん、そういう苦手な方は見ないでください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。今ね、ここにいるのがボウフラちゃんたちですね。で、ここにメダカちゃんを入れていきますよ。では入れていきます。食べてますね。いなくなった。もう大きいのしかいない。マジで。うわ、早い。ちょっとこれ追えないな。ここに大きいのいるのかな。これね、浮上してくると食われちゃうんだな。でもね、上の方はね、一匹もいないです。ほらほら、うわ、食べられた。ね、完璧だ。完璧だな。あ、食べてる食べてる。すごい。よし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 。
浮上し始めてるから、あ、浮上し、し始めたのよ。重いな。あ、もう下の方でも食べられてる。もう浮上しなくても食べられてる。食べられた。やっぱりボウフラはメダカが食べてくれるんだな。ほら、完璧。ああ、もうこいつ下でもう食べまくっちゃう。上の方にはボウフラちゃんは一匹もいません。ここに下の方にほらね、かろうじているけど、これも今来るんじゃないか。ほらほらほら、食べられたね。挨拶してる。メダカちゃん挨拶してる。ほら食べた食べた食べた、ね、うん、あ、まだ一匹いるはず。あ、もう食べられちゃった。あら、あら、もう一匹もいないのかな。もう一匹もいないね。みんな食べられました。あ、食われた。あ、はい、見えますかね。見えないか。一匹もいなくなりました。あっという間でしたね。はい、やっぱりね、メダカがボウフラを食べてくれるという情報は本当でした。あの勢いでね、食べてくれるんだったら、もうね、ボウフラそして蚊はね、一切ね、湧かないですね。もうこれでね、僕もね、蚊に刺される機会はぐっと減ると思います。もしね、皆さんのお家の前とかに水蓮鉢とかがあるようでしたら、ぜひね、皆さんもメダカを飼うことをお勧めします。その中でね、メダカを一緒に飼ってしまえば、もうボウフラは湧かないし、メダカを見ればね、メダカも可愛いですし、もうとってもね、いいことずくめだと思います。はい、今日はね、こちらでこの動画を終了したいと思います。この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。また、チャンネル登録をしてくださる方が増えてきて、とてもね、励みになっております。またね、チャンネル登録の方もまだされてない方はぜひよろしくお願いします。ではね、また次回次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。